東日本大震災で全てを失った僕がどうやって半年で都会で一軒家を持つことができたのかその秘密を知りたい人は他にいますか J2 は9日第7節を行い 福田電子アリーナでは、ジェフユナイテッド千葉とスウェーゲン金沢が対戦。前半45分に、ミッドフィルダー富澤聖太郎の得点で、千葉が先制すると、そのまま逃げ切って1、1-0の完封勝利を収めた。3試合ぶりに白星を獲得した千葉に対し、金沢は、開幕7戦未勝利と、厳しい状況が続いている。ホームの千葉は、3日に行われた第6節セレッソ大阪戦1、1-2から、 先発3人を入れ替えてフォワード吉田真希とミッドフィルダー井出春や富澤を先発起用第6節終了時点で2分け4敗と未勝利の金沢は前節横浜 FC 戦1-2から先発1人を入れ替えディフェンダー辻尾真嗣がスターティングメンバーに名を連ねた序盤からボールを保持する千葉が前半14分に決定機を喪失するゴールキーパー佐藤雄也が蹴り出したゴールキックを富澤 我がヘッドですラスト、ディフェンダー・マ渡り和明が足を滑らした隙を見逃さずにフォワード・船山隆之が一気にペナルティーエリア内に侵入ゴールキーパー・原田和樹の動きを見極めてシュートを放ったがボールはクロスバーを叩いてしまうさらに同19分には吉田のパスから右サイドを駆け上がった井出のグラウンダーのクロスを再び船山が狙うもシュートはゴール左へと外れてしまった守備に重心を置く金沢は 千葉の攻撃に粘り強く対応して失点こそ防ぐものの攻撃に移っても敵陣深くまでなかなかボールを運ぶことができずに好機を生み出せない前半31分には千葉がゴールを脅かす場面を作り出したがディフェンダー阿部翔平のコーナーキックからディフェンダー近藤直也が放ったヘディングシュートは原田に阻まれてしまうしかし同45分ペナルティーエリア内でボールキープしたミッドフィルダー長澤和樹の落としを富沢が。 鮮やかな軌道を描くミドルで突き刺して千葉が先制に成功した1ゼ0と千葉が1点をリードして後半を迎えると後半開始直後に千葉がカウンターを発動井出が自陣から独走してラストパスを船山へと通すがシュートは相手ディフェンダーのブロックにあったさらに同13分には井出が左足シュートでゴールを脅かしたもののボールは原田の守備範囲に飛んでしまうすると 金沢は、同14分、辻尾に代えて、ミッドフィルダー星野雄介を投入する。後半16分には、千葉が、ゴール前で、鮮やかなパスワークを披露すると、井手の沖きのラストパスから、完全に抜け出した船山が、ループで狙ったが、シュートはゴールマウスを捉えきれず。同19分には、カウンターから、船山のラストパスを受けた井手が、シュートまで持ち込んだが、原田にセーブされるなど、千葉は、好期を作りながらも、 なかなか追加点を奪取できないしかし金沢にも反撃を許すことなく逃げ切った千葉が1-0の完封勝利を収めた